こんにちはデンバーアカデミー堀秀夫です今日は FBA の在庫回転率。これがね、えー、保管料とか、あと当然アカウントの状況ね、えー、売りやすいアカウントかどうかというのも影響します。でアメリカアマゾンから新しい、えー、長期在庫保管料、FBA の在庫保管料についてのお知らせというメールが届いているかと思います。でこの中にね、まあ、普段から言っている まあ売れる商品を補充し続けると、売れない商品はまあ諦めて処分するか捨てちゃうというのをねえやるとまあ売れますと言ってるんですけど、それがねアマゾンの方からまあセーラーセントラルで見られる数値化された形でえ出てきましたので、それについて解説したいと思います。まず来てるメールはねえーこういういアメリカ・アマゾンの話なんですけど、当然アメリカだけじゃなくて、アマゾン全体の考え方として、 まあこういう考え方があるというのが言えますで。これがね、古い保管料の新しい保管料なんですけど、まあ、その前に、この新しくできた、えー、この数値ですね、えー、について説明したいと思います。まず、ねえー、売れない在庫をたくさん持っているというのはね、えー、当然よくないです。でね、えー、この例の場合だと、まあ、ちょっと怪しいという形になっています。で、それよりね、 さらに良くないのが、販売機会のロスト、えー、せっかく売れる商品を持っているのに、えー、その商品を売ってないと、ね、補充してないという形になると、えー、悪く評価されると。ですから、まあ、以前から言ってたようにね、売れる商品は、売れたらすぐに補充すると、で売れない商品は諦めて、ね、忘れちゃうというのがね、やっぱり重要だなという形になってます。でちなみに 新しく変わったこの保管料もそれを色濃く反映してましてストレージフィーそのものはね、えー、若干の値下がり、えー、1フィート立方目立方1立方フィートあたり、えー、50000.05000とかの値上がりなんでね、えー、まあほぼ気にするような数字じゃないというのが言えますただ大きく変わったのが、えー、長期保管料 これ一瞬見るとね今度9月15日、今年のホリデーシーズンに該当するところからは大幅に下がったじゃんと今まで11.25ドルだったのが3.45ドルとずいぶん下がったねという感じなんですけどところが、どっかそう単純なもんじゃなくてねこのストレージのポイントが350を上回っている人 つまり、ね、商品たくさん持ってるけど売れる商品も持ってる人については長期保管料は下がりますところが、ねえー、売れない商品ばっかり入れてほったらかしにしておくという形の人はそのペナルティがね、えー、10ドル捉えると足すと値上がりしてるんですよね、えー、10足す3.45ですから13.45になってますこれかなり高額になりますね、えー、でまあ こちらの、ね、1年えの方については、えー、なぜか、えー、値下がりしているという形です。まあ、だからね、今、以前だと、えー、FBA カタログにね1商品だけ載っている場合には長期保管料の、えー、対象外だったんですけど、今その制度がなくなったんで、まあ、たまにしか売れないけどね、えー、置いておいてほしい商品もあるんで、こういう形になったのかなと思います。まあ、ただ、それより何より、ねえー、この 350ポイント下回る。つまりね、回転する商品も持ってないのに、たまに売れる商品を入れてほったらかしにしとくというやり方をすると、保管量が高いと。つまりアマゾンが歓迎してないということです。アマゾンが歓迎してないわけですから、その出品者の、ね、商品を優先的にカート表示するわけもなく、案内メール送るわけもなく、ほったらかしにしてると売れないという形になっちゃうんでね、これはもう徹底してください。 売れた商品を補充するというのがね、利益を出す上でも、えー、まあ利益を出す上でね、非常に重要で、なぜ利益が出るかというと、アマゾンが歓迎してるんで、長期保管料は安くなるし、ねえー、当然のことながらカートも取りやすくなる、あるいはね、えー、補充すればリコ,のリコメンドメールも飛ばしてくれるという形になってます。で、これ、アメリカの話なんですけど、当然アメリカもね、えー、オーストラリアも基本的には、 同じような考え方でやりますしましてオーストラリアの場合、ねえー、まだ倉庫が、えー、メルボルーンしか稼働していません、ね、ブリスベンとシドニーはまだ稼働していないようなのでそうすると、ね、これをある程度徹底しないと倉庫がパンクしちゃいますので、えーまあ、アメリカ並みあるいはもしかしたらアメリカ以上にこの、えー、売れる商品を補充する、ね、売れない商品は、えー、処分するというのを、ね、徹底しないと儲からない。 ね、つまり売れなくても儲からない経費ばっかかかるという形になるんでね、えー、売れる商品を見つけたらどんどん補充して売り続けるというのをね、えー、進めていっていただければと思いますこの辺の数字の読み方とかね、えー、この辺のまあ対策とかはまた私のこうなってますという質問をしてもらえればサポートします、まあ、難しく、えー、考えることなくてただ単純にね、えー、売れた商品は補充する 売れない商品は捨てるというのをね、えー、徹底すれば、えー、なんてことなく、この数字は上がりますんで、そのできるだけね、えー、捨てる商品を少なく、儲かる商品を売り続けるには、まあ、どのタイミングでね、えー、何個知ればいいか、まあ、この商品についてはね、えー、どれだけ在庫を持てばいいか、まあ、その辺のことは、もう、慣れるまで、あるいはね、慣れてからも確認のため、逐一質問してください。えー、ご質問を待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。